皆さんおはようございます。飼い主のそばに金次郎としんちゃんがいる朝です。と思ったら金次郎が離れてしまいました。なんだかしんちゃんがかわいそうです。金次郎も悪気はないとは思うのですが、もう少し金次郎としんちゃんがぺったんこしててくれたらよかったなという気持ちです。しんちゃん甘えん坊してます。その後窓を開けたらももちゃんとしんちゃんがぺったんこして、そこから外を見てます。ハチくんもやってきて、外のスズメに夢中になってます。スズメが近くまで来ているようで、すごく夢中になって見てます。わんぱく図の動きがすごいですね。その動きとは対照的に落ち着いた大人チームも面白かわいいですね。今日はスズメがたくさん遊びに来た朝でした。さてさて月曜日です。今週も始まりますね。今週も感染予防をしっかりして元気に頑張っていきましょうね。そして今日も皆さんにとって素敵な一日でありますように。最後に昨日のライブ配信遊びに来てくださった皆さん、アーカイブで見てくださってる皆さん、ありがとうございました。